美人なことに疲れた女だけど質問ある？ごちゃん初めてなのでお手柔らかにどうぞ。どうしても男どもに伝えたいことがあってすれ立てた。何が疲れたんだ？男からの異物を見るような視線、対応、と。その目線を見た女からの理不尽な。視線恐怖症？俺もだな。多分お前とはカテゴリー違うが。それはあると思う。高校生の時とかは実際そうだった。今はもう体勢ついたけど視線感じるの普通に嫌だよね。どうぞブス。ぶっちゃけブスに整形考えるレベルでこの容姿に疲れた。イケメンだけどわかるわ。女どもは見た目だけでピーピー騒ぐから鬱陶しい。顔しか見てないんだよあいつら。何歳？40ぐらいか。20だよ、大学生。安易に美人とか言うのやめてくれる？私も他人から美人だねって言われるのもうやめてほしい。俺もイケメンとかすぐ言うのやめてほしい。子供の頃から毎日何回も言われてきて、反応がめんどくさい。見せてみろ。イケメンは特に、脳みそお花畑女しか寄ってこないから大変だと思う。自分で美人と言ってしまう。周りに自覚のない美人いない気がする。女の子から話しかけられないんだがどうしたらいい？やっぱ自分から行かないとダメよな。私は話しかけられるの嫌だから、気になる人には自分から行くけど、結局は女の子次第だと思う。理系だから大学の学科に草食系男子多いけど、個人的には草食系好きだよ。女で自分のこと美人という女 99% オブス。そうなのか、まあ基準は人それぞれだしね。男にチヤホヤされ、おしゃれで高級な仕事に美人で敗訴な友人たち。勝ち組決定ルートじゃん。美人は努力していたものじゃないのに、必要以上に評価されるし、逆にそれ以外のスペックは努力して掴んだものなのに、付加価値としか見なされなくて、美人ってだけで楽だとか羨ましいとか言われるのが嫌なんだよね。実際ブスよりイージーじゃん。それは隣芝理論。ブスからはそう思えるけど、イケメンからは逆に思えたりもする。結局のところ経験者じゃないと分かり合えないよ。だと思う。経験できて気持ち分かればいいけど、できないもんね。美人よりちょっとブサイクな、童顔地雷女あたりがいっちゃんいいよな。顔なんかより教養が大事。裸足裏見せろ。裸足の裏も美人かどうか見てやる。なんかそういうフェチあるよね。キモいと思う。誰に？今だとアイズワンの民主とか、トゥワイスのツイに似てるって言われること多いかも。可愛すぎるだろ。使命だと思って生きろ。ツイ民主可愛すぎて恐れ多いけどね。おっさん。20だからおばさんかもねー。でも年齢を盾にした悪口はいつか必ずブーメランになるから、あんま言わない方がいいよ。20でおばさんとか舐めすぎだろこのガキ。お前おばさんから一番嫌われるタイプだぞ。いや、自分はおばさんだと思わないけど、高校生からしたらおばさんでしょ。美人の文章じゃないんだよな。文章にもブス美人あるのせちがらい。お顔見せてくださいな。写真は自動で消えますよ。顔は無理だな。イメージ的にはアイズワンの民主とかトゥワイスツイの、もうちょい垂れ目な感じ。同性にやっかまれたりとか、好きでもない男に言い寄られたり面倒くさそう。同性からのひがみは、自分から性格悪いって自己紹介してるから、友達にならなくて済むから役に立つけど、好きでもない男に言い寄られるのは本当にきつい。明らかに拒否ってるのに諦めないの自己肯定感高すぎる。なるほどな。でも俺の経験だと本当に美人な人って、美人すぎて逆に近寄りがたいレベルで、意外とナンパされた経験とか告白された経験少なかったりするんだよな。すまんけど、中途半端なレベルの男によく言い寄られてるなら、君は多分そこまで美人じゃないと思う。よくて中の上とかじゃないかな。まず、大前提としてまともな人間なら、利己的な発想で他人に声なんてかけない、ナンパなんてする奴は総じて性犯罪者だと思ってる、だからナンパをモテるしようにしてる人いるけど本当に悪循環だなと個人的には思う。話はずれたけど、告白はそんなにされないかな。男友達いないし、男と業務連絡以外喋らない。人生なんて利己的なものが根底にあるんじゃない？人一人生きるにしたって動物を、して環境を壊して地球に場所を取ってるわけで、ナンパもその一環の一つ。俺はやったことないけど、生きていくために必要なものと趣味娯楽とではわけが違う。趣味娯楽なら利己的になる必要なんてみじんもないしどっちみちカスだよ。ナンパになんて手を出さずに人生って歩んでほしい。何様だよって感じだろうけど。ブスの人生なめんな。紙一重だと思う。なったことないからなんとも言えんけど。うん、自分から美人言ってるやつは整っているワイルが、欠品がないだけのブスがほとんど。少なくとも美人に自覚ない人見たことない。女子高育ちでバイオリンかクラシックバレエ経験ありますか？ぬほど田舎だったから高校まで普通の共学だったよ。バイオリンはやってたけど、バレエじゃなくて新体操やってた。あと10年もすれば相手にされないから今を楽しめ。男に容姿で相手にされることに勝ち見出してないから今を楽しめないし、多分年取った方が楽しい。絶世の美女は人間らしく生きることを否定され、ブスは女であることを否定される。そうなの？どっちみちきついね。勝ち組じゃんおめでとう。適当に遊んでいい男捕まえて専用主婦できるじゃん。羨ましい。自立したいし頼ったり頼られたくしたくないから、専用主婦嫌なんだよね。自意識過剰なだけでは？実害がなければそうだと思いたかった。学生時代、超絶美人モデル体型の子と歩いてるとき、男どもの視線がすごかった。あの視線は確かに日々浴びてるとおかしくなる。ちなみにその子は先輩の彼女で自分とは完全不釣り合い。
視線は本当に、鬱になるくらいヤバい。実際高校生の時なりかけた。いつ頃から自分は美人だって認識した？他の美人って大体いつ頃自分のこと認識するの？美人トークとかしないから他の美人はわかんないけど、私は小学生かな。すまんそれ街歩いてたらぶっさ、って言われる俺くんの前でも言えるの？反省して与えられたものに感謝して生きようね。いや、そんな失礼なこと言う人こっちから願い下げでしょ。一発で性格悪いの見分けられてラッキーじゃん。失礼すぎるわ。美人と付き合ってラブラブになってみたい人生だった。さりげなく手伝ったりして性欲を出さなければ付き合えるよ。美人でも性格クソだったら秒で別れたくなるぞ。顔はもちろんいいのは前提だけど、基本的な水準クリアしてたら、あとは見た目より性格の方が大事。本当にそう、外見なんて儚いものだから性格が本当に大事よね。告白された回数は？どこからが告白なのかわかんないけど、直接好きですって言われるのが告白なら10以下くらいじゃないかな。美人って自覚してる美人って本当に美人なんだろうな。顔で悩んだことないとか羨ましいわ。ベクトルが違うだけでだいぶ悩んでるよ。男だけど可愛いとか言われるのが嫌だったわ。女が男に言う可愛いは最大限の褒め言葉だから、めちゃくちゃポジティブに受け取ってほしい。本心でそう思ってないと断言できる。もしくは蜂妄想。仮に本当だとしてもどこかで自慢に思ってる半端美人だろ。本当に美男美女でモテまくる人は、まず髪型や服装変えるからね。失礼にならない程度に、地味にダサく目立たないように。告白されまくって、付きまとわれまくって、嫌がらせ、ストーカー、変な噂。事前に発生しないように10代で学ぶ。遅くとも大学1年の段階で対処はマスターしてるはず。高校生の時は結構被害が顕著で、考えるレベルだったし外に出たくなかったけど、結局そういう方法で自衛しても根本的解決にならないのよね。ファッションとか髪型は小さい頃から大好きだし、他人のために自分の好きなことを諦めるってバカバカしいなと思って、自信持って舐められないようにして、不審者を早めに察知する能力を身につけたら元の自然体でいられるようになったよ。なんかいくら可愛くても中身が終わってたらやっぱりダメなんだな。ここで一本目のお話は終了です。容姿に自信のある女だけど質問ある？容姿だけね。何歳？もう27歳。誰に似ているの？長澤まさみ。一つでも自信が持てるものがあるのって羨ましいね。ありがとう。自慢しに来たんか？容姿だけでいいなら自慢しに来たよ。じゃ性格の方は？悪い。結構ズバズバ人の悪口を言うタイプ。嘘をつけない、お世辞を言えない。なんか幸せってわけじゃなさそうだね。男に捨てられるのに慣れたというか、結婚を前提に付き合ってたはずの彼氏に最近浮気されて捨てられたという。相手は10代のクソガキ。そうなるとどうせ、とかって悲観的になっちゃうよね。一人の人しか愛せないような生物だったらよかったのに。悲しいわ。一応私は好きだったんだけどね。かっこよかったし。かっこよかったしって言ってる時点で振られてもしょうがない気がする。なんで？相手の見た目しか興味なかったんでしょ？そんな奴に男がずっと一緒にいるはずないじゃん。飽きが来ないような工夫とか何もできない女なんだもん。見た目がいいとせ。すしたくなるし周りに自慢できるし。何より美男美女カップルとか最高じゃん。そうだよね。男の方がひどいと思う。でもそういう男が結構多いから気をつけてね。ありがとう。素直そうだし、イケメンをつなぎ止めておく努力とかしたらいいのに。美男は美女で性格いい子を探すじゃん。中身空っぽのピーマン野郎なんて少しかじったらいらなくなるに決まってるじゃん。反論できないわ。ごもっともっすな。容姿がいいと自負できる根拠を知りたい。スタイル悪くて低学歴低収入の制約女なのにモテるから。多分顔しか見てない。モテるけどやった後に振られたりするけど。長澤まさみさん可愛いし美人だと思うけど神経質そう。自分でも言ってたけど、関係ないけど。神経質かな。元気？元気です。美人とイケメンもいろいろ大変なんやな。大変。私の場合それ以外に誇れるもんがないから。料理も家事もできないし、子供嫌いだから将来結婚できないかもな。わかってるくせに、直す気がなさそうなところがな。人間関係として付き合っていく上ですごい疲れそう。自分で言ってて改めて思ったけど自分、魅力なさすぎて笑うわ。いつか直すつもり。27でそれって無理でしょ。無理かもね。そっか。顔が良くて惚れられても、性格があれだと、具だけやって捨てるという男も多いから、それ気をつけて次に行こう。やるのはいいけど捨てられるのは嫌っていう。危機感持てないままある地球に曲がり角、そういうのになったら辛いやろね。学生時代は危機感なかったね。危機感持って対処してきたつもりでも、下の世代の勢いには勝てんからな。それに納得いかないババアが若い子いびったりする。そもそもブサイクとはやれないわ。触れられたくもない。間違いなく生涯独身コースに足を踏み入れてるんだし、自分の身の回りのことは自分でできるようにしとけよ。マジで？誰かもらってまだ20代のうちに。そこでおすすめなのは年下。4から6歳くらい下の。年下好き。頭ポンポンされたい。じゃ年下狙いでいこう。ちょっと面倒見のいいお姉さんの感じでいけば簡単。低学歴はいりません。中学は出てるよ。高校は途中から行ってないわ。今時、整形メイクって言葉が流行るぐらい、可愛いは作れる時代だしな。容姿だけでは立っていけるのは10代までだし。
人は見かけが 100% とか言っちゃう人が結構いるから、そういう人に気に入られるといいね。自分で性格悪いと言える時点でそこそこ評価。恋に落ちるぐらいの美女って人生で一度も見たことがない。年取ったら終わりだね。ここで2本目のお話は終了です。ガチで美人だけど質問ある？できる限りなんでも嘘偽りなく答える。何をもって美人なんだ？うわ、心理だね。私にとっては自分のなりたい顔が美人かな。客観的な根拠なら芸能事務所から声かかるとか？ちん、ついてる？ついてない。他人に美人って言われたことある？あるよ。最初はすごい嬉しかったけど最近は慣れた。リマン。リマンではないかな。というか付き合った人一人しかいない。ずっと同じ人と付き合ってる。まったく、リマンではないと言い切っていいぞ。ごめんなさい。いやいや、質問ありがとう。俺の妹も芸能事務所から声かかったわ。ってことで俺もイケメンで FA？ 妹と似てるならあるんじゃない？うぷ。インスタに顔出してるから無理。じゃあインスタ貼ればいいね。こんなこと言ってるって分かったらフォロワー減りそう。本音書きたいから匿名なんだよ。ブス見るとどう思う？綺麗になる努力をなんでしないんだろうって思う。もともと自分がブスだからなおさらもったいないなって思う。成長したん？うん。だからブスの気持ちも美人の気持ちもどっちも味わった。誰に似てるの？服とかもあるだろうけど欅坂？乃木坂？似そうな系統って言われる。アイドル以上、女優未満ってとこ。またオプなしおっさんの、ニースレか。それでおっさんが幸せならほっといてあげなよ。写真目当てなら解散してくれ。写真あげるつもりはないから証明しようがない。ただ、整形気になる人がいたら相談乗る。なら美人だけどとか書かずに、整形したから質問あるとかでいいだろ。女であることで釣っておいて、そこを証明しろと言ったらへりくつこねるなよ。自分が整形する前に美人だったら、世界が違って見えるのかなって気になったんだ。だからすれ対抗した。釣られたんなら悪かったよ。解散してくれて構わないよ。ごめんね。せ、寿司ようぜ。彼氏いるからダメ。パーツに自信あるのかなと思う。全体的な輪郭だとか頭の形の異差とかその辺はどう？逆。パーツに自信がなかった。骨格とかいじる方が整形はリスク高い。逆に目なんかは一番簡単に印象変えやすい。私はパーツの配置は良かったけど、パーツ自体がダメなブスだった。なんだ天然物じゃないのか。どこ整形したん？主に目、二重、涙袋、輪郭、眉、鼻をいじった。もはや別人で草。入国審査引っかかったことある？脇がもついかな。脇がじゃないと思う。え、違うよね。自分では気づいてない系だったらどうしよう。整形して美人になれたのか？上の中くらいには。でも整形は魔法じゃないし絶世の美女になれるわけじゃないって学んだ。結婚相手に求める最低年収教えて。まだ結婚とか考えてなかったな。自分に収入あるから別に相手の収入は気にならないや。収入なくても家事をしてくれるとかなら全然あり。身内がそれ関係で受賞歴あるとか親戚がモデルの家系だけど、実際顔で困ってたら整形した方がいいと思ってる。偏見にとらわれずメリットデメリットで判断したら、俺もおそらく整形していたと思う。ありがとう。否定されることも多いと思って整形したけど、そう言われるとやっぱり嬉しい。いろいろあるけど整形したことは後悔ない。400万？まあそれで人生変わるなら安い方なのかな。人生変わった？周りの反応とか。安い金額ではなかったけどやってよかったよ。昔から付き合いある人は、美人になって対応を変えた人とそうじゃない人に二分した。整形してから告白されるし、ナンパもされたし、とにかくみんなが優しくなった。それと同時に昔のブスなままの私だったら、そんなことしてくれなかっただろうなとも思う。なんか辛いな、ルッキズム万歳だな。ルッキズムの世の中に嫌悪感抱いてたけど、そもそも自分も整形した時点で、容姿至上主義に加担したなって思うと複雑だね。整形鼻についてどう思う？鼻はやっぱり難しいし一番整形だってバレやすい。初対面で会った人で整形ってバレるのは大体鼻で気づいてる。持続もしないから今のがあと半年くらいしたらまたやらなきゃだけど、もういいかなって思ってる。メンテナンスってやつ？定期的にするの？するよ。涙袋のヒアルロン酸とか半年くらいですぐに流れちゃうからほとんど効果なかった。歯はどうよ？歯は整形に興味持つより前に小学生の頃親にさせられた。女は顔だと思う？難しい。少なくとも私にとっては女は顔だと思ったから整形した。実際に今でも美人になれてよかった。ブスのままだったら今手にしてるものの大半は手元に残らないんだろうなって思うと怖い。それだけの価値がその整形した顔にはあるのだよ。ありがとう、そう言ってもらえると救われるよ。俺は整形嫌いだけど、顔悪いと女は顔じゃないを評価するスタートラインに到達することすらできんからな。じゃあブスに生まれた人はどうすりゃいいんですかって言われても回答もないし、難しい。整形を嫌悪する気持ちは整形してる側だけどわかる。なんとなく整形ってズルしてるイメージがある。ダイエットとかは運動っていう努力だけど、整形は何の苦労もなしに金で美を買ってるように思えてたけど、ダウンタイムを経験して整形も形の違う努力なんだなって思うようになった。鼻のダウンタイムはほんと鼻血で過ぎて、ぬかと思った。鼻って移植？プロテ？鼻は小鼻縮小と糸の言う美術。男はそうでもないけど女は顔だからな。
って思ってたけど、知り合いのイケメンが面接一回も落ちたことないって言ってたの聞いて、男も顔だなって思った。そいつはエフランだったけど。面接は顔補正絶対あるよなって思うし、実際某チェーン店のアルバイト面接で、顔採用してるって口滑らせた店長いたよ。周囲の態度変わりすぎて人間不信にならなかった？不信まではいかないけど多少はあった。でもその分昔から付き合いある人とより仲良くなれた。私が昔から容姿のことで悩んでたのを知ってる人は、見た目じゃなくて、自分に自信を持ってるように見えるから、今の位置の方がいいと思うって言ってくれた。通り魔に刺されたら美人って音がするってマジ？通り魔にお会いしたことはないですね。でも多分もっと鈍い音がすると思う。美人になると周りの男の態度って変わった？変わるよ。可愛いだけで優遇されることは増える。美人は一生で3000万円得するって話は割とほんと。リアルに可愛い子は払わなくていいよ。ってのはある。美人な人と付き合うためにはどうすりゃいいんだ？その美人が望んでる人に近づけばいいと思う。イケメンが好きって言ってる美人に、高収入ですってアピールしても魅力ないだろうし。美人なら誰でもいいって言うならとりあえず出会う機会を増やす。会う人が多ければ必然的に美人な人と出会う機会も増える。美人っていてくれるだけでみんなを幸せにできるよね。僕もそんな風になりたかった。私がブスの頃に嫉妬してたように、今度は嫉妬させる側になったと思うと幸せにはできてなさそう。かそってきたし、そろそろ昼ご飯を食べに出かけるから消えるね。付き合ってくれてみんなありがとう。ここで全てのお話は終了です。綺麗になろうと努力している人はみんな美しいですね。見た目だけじゃなくて、中身もしっかり見てくれる世の中になるといいですね。今回はおたさーの姫のお話を3本紹介します。1本目は2014年6月4日のスレです。おたさーの姫だけど質問ある？彼氏とか友達といるより楽。彼氏いないって部員に言ってるけどいる。正直部員全部キモいし絶対付き合いたくないけどオタクと仲いいアピールでみんなから好感得てる。腹黒いとかなんとでも言え。無知を使いこなして女王様にクラスチェンジ。そういうイメージじゃない。至って普通の身なりで人望買ってる。はっはっは、かまってちゃう。最近おたさーの姫ってなんか注目されてんじゃん。まあ便乗だけど。おたさーって基本的に何してるの？オタクたちの趣味の話を延々としたり、図とか表とか割と真面目に作ってる。のを私は脇目に見てる。遠征とかは行かない。遠征って何どこに何しに行くの？コミケとか。部員と同じホテルで宿泊とか生理的に無理。彼氏に悪いし。出た、姫。顔とか悲鳴ものだろ。悲鳴とまでは言えないがソフマップに出たら7割から分担されるレベル。武士って自覚ある？あるよ。そこは明るさで補うもんだ。チヤホヤされて気分いいだろうが、天狗にはならんようにな。この地位をうまく活かしているつもりではいる。ああ、可愛ければ調子乗っていいけど、ブスならやめた方がいいよ、マジで。そこまで可愛さを圧してないからバランス保ててる、はず。違う違う、間違っても自分はチヤホヤされる存在なんだとは考えんなよ。嫌場所と振る舞い気をつければチヤホヤされるじゃないですか。現状がその証拠。性格ブスって自覚ある？あるよ、天性だと思ってる。姫扱いだけで満足できないからすれたてすか。マジパネっすね。その過剰な欲望にズブズブ惹かれて気づけば泥沼で死を待つ状態にならないといいね。おたさーの姫って最近みんな興味あるっぽいから自己申告したまでよ。姫、姫。10年経ったらもうババアなのは自覚してるから結婚は意識してる。何のおたさー？アニメ漫画、プラモ？全般。多分私には絶対秘密で色ゲーにも手出してると思う。需要と供給でいいんでない。見つがれたりする？貸しとかしょっちゅう。まあみんなで分けるんだけどね。あとは別にプレゼントとかない。いらない PC 用品とかもらったりするけど。貸し？貸しとあとは Wi-Fi 使い放題。大抵私勉強してるけどね。おたさーの姫って勘違いが大半だよな。たとえ可愛くても。いや勘違いしてません。ただで貸し食えて私は割と自由に時間使えるから入ってる。うん、そうか、よかったな。なぜか図書館で勉強するよりはかどる。しつこくされたりしないの？二人で遊ぼうとかの誘われたりとか。ない、それやる部員はきっと追放される。暗黙の了解で姫に手出ししたらいけないってこと？二人でどっか行ったりは今までない。何かの作業中二人だけになったら律儀に仲間と意識的に連絡してる。仲間思いなのが割と泣ける。おたさーのイメージ上げよう活動中なの。ボランティアサークルいいよ。オタクもドキュンもいない。でもボランティアって精神的にエグいのいるイメージだわ。宗教みたいな。まあ、結婚の場合は外見とかあんま関係ないからな。今の彼氏と大学出たら結婚したいというか多分する。腹黒いとこも理解してくれている。楽しそうで何より。まあ楽しいちゃ楽しいよ。オタも心底嫌いじゃないし、ウェイ系キョロ系とかよりいい部分あるし。頼むから自分から姫とか言わないで。マジで。状況的に考えてそうだから他にどう言えと。彼氏はどんなの？稲葉講師を一発殴る直前の顔みたいな。高校から付き合ってる。なんで付き合ってるの？いや好き同士なのに理由いるか？中学からの知り合いで家近いし。姫を自己申告ね、ふってことは姫の扱いを受けてると思ってるんだ。実際そういう扱い受けてんだからそうじゃん。いや普通にこないだカフェにものすごい場違いなオタク集団入ってきてさ、
一人だけ冴えない女であと全部男でみんなジュフジュフ言ってたの見て、その時の気持ち悪さ思い出して、ついつい書き込んだんだよね。あれもオタサーの姫ってやつなんだろ。全員ダサいのが逆にすごかった。大概サークルと関わることないんでよくわからん。俺も実態知らないから今ググってみたが笑いが止まらん。勘違いひどす。大学とかにはこんなの生息してんのか。黒歴史と認識できればまだ救いはあるんだけどな。まあでも本当にアニメ漫画が好きならいいんじゃないの。やっぱ姫って呼ばれてるの？いや名字。私だけ部室いて別に積極的に話しなくてもいいんだから待遇的に考えて姫だろ。ちなみに今年二人女の子仮入部来たけどあからさまに部員らが舞い上がってるのがキモかったみたいでどっちも辞めた。今では私の友達です。部室にいて積極的に話さなくていいから姫？何かの仕事が回ってきても何かの簡単な装飾とかだけだから男の感性じゃ華やかにならんとかのことで。女の友達にも言ってるの？おたさで姫やってるって。部をやってるのは別に隠してない。変わってるねとかよく言われるけど疎遠になるどころか仲良くなれる。おたさの姫やってるとかさすがに言ってない。姫って彼女欲しいオタクたちが紳士的になることしかできない&抜けがけするなって嫉妬心から女子を祭り上げるってことで合ってる？大体合ってる。閉鎖的空間じゃ女がどんだけブスだろうが恋愛対象になるのが人間という動物。三次元でキャッキャ楽しみたいやつがキャバみたいな感じで楽しんでるのかと思った。多分ちょっと違う。パターンいろいろみたいだけどなりきりとか入ってるっぽい。思ったよりオタク側も遊んでるってこと？アイドル遊びなのか？ごっこ遊び、一部本気で自己陶酔みたいなのもある。なるほど、ガチだったり遊びだったりいろいろなんだな。とりあえずなんかやだ。オタサーの姫ってどうやってなんの？女が少ないってかいないオタサーに入るだけ。とりあえず姫とかやめて。美少女なら許すけど。オタサーの姫やってるお友達に言えないのはなんで？正直に教えて。姫やってると口に出して言うことは痛いから無理で、オタサーに入ってること自体は言ってる。よかった、自分が痛い子だって自覚あって。は？オタサーの姫公言することが痛いって思ってるだけだが、ちょっと気になったから戻ってきたんだが、姫とか言われてる人は中で取り合いにならんの？ドキュンとかだとみんな穴兄弟のイメージやから、俺の知らん世界ではどうなってんの？穴兄弟とかそういう思考じゃない。オタはみな紳士だから取り合いにならん。紳士ってか臆病とも言えるけど、紳士的になろうとすることしかできないヘタレなんじゃね。大体臆病なのを紳士と思い込んでるだけだからモテないんだわな。どうでもいいけどもっとマシな場所とやり方でチート人望を確保できなかったのかと。できるわけないだろ、姫なんだから。私は大学生活は勉学に勤しんでるから別にサークルに活路見出してない。いや、普通に周りから見てもカオスなんだけどさ、ドキュンとかなら殴り合いかいじめに発展は見えたわ。オタクの世界は知らんけど、そういう周りにちょっかいかけまくりみんなを惑わすようなやからはおらんのか？私の場合は部外の人たちには彼氏いるって言ってるから別にちょっかい出してこない。だから何かのきっかけで私に彼氏がいることは部員にバレるかもしれないけど、1年ちょい経った今でも別に部員たちの素振りが変わらん。よくわからんが、積極的に話さなくて済む。他人行儀に気を使われてるだけ。作業そんなしなくていい、役立たず。二人きりでも他メンバーと連絡取る。間違っても周りから誤解されたくない勘弁って、総合的に早くやめてほしいと思われてる可能性は？恋愛シミュレーションなんじゃね。彼女は欲しくないけどそれ風の会話はしたいみたいな。買ってくる菓子とかみんな私の好みに合わせてるから早くやめてほしいとまでは思ってないんじゃねの。オタサーの姫って可愛い子が多いとか、ナルシストとかアイドルみたいなのへの憧れないとやれないんじゃね。メイド喫茶とかならある程度美人はいるけど可愛いとは思わん。オタサーの姫実物見たことないけど、黒ピンク紫が貴重の子供っぽい派手服にニーハイみたいなイメージあるな。実際どうなの？ゴスロリみたいな感じ？私はいたって普通のつつましいサブカルケイとでも思ってくれ。俺のサークルに避難してきて自分のとこの部員の愚痴を言うのやめろや。オタサーの姫騎士はいないの？護衛任務あるイベント行かないからいない。いろいろあるんだろうけど、彼氏ありで部員に彼氏いませんで普通に仲良く接してるって、男からしたらガチありえんわ。どんな男どもがいるかわからんけど、普通に彼氏いますは公言した方がいいだろうに。知らずに好意持ってたりした後のこととか考えが及ばないもんかね。つうかそういうやつを彼女にしてる男もかわいそうだし女見る目ねえわ。今誰とも付き合いたくないとは言ってる。見る目ないつうか私の性格の悪さは彼氏は了承済みで付き合ってくれてる。勘違いブサイクよりよっぽど好感持てる位置だな。彼氏がバレたら逆ギレされるの怖くないの？恋愛禁止、なんて言われてないし逆ギレする性格の人らじゃないから怖くない。オタクの嫉妬は怖いぞ。つか彼氏いないって去年の今頃に部で発表して、それから何も聞かれてないし言ってもいないから、今仮に付き合ってる人いるカミングアウトしても何ら不自然ではない。姫が複数いたり、ガチイケメンが入ってきたりしたら一瞬で崩壊しそう。姫の数って、そりゃ需要と供給の問題だからなこれ。ガチイケが入ってきたらどうなるか見ものだ。ここで1本目のお話は終了です。2本目は2023年4月4日のスレです。オタサーの姫だけど何か質問ある？ヒマ。おっさん。おっさんはお前。サークル内の他のオタサーの姫とバトりましたか？バトらないよ。
仲良くボードゲームやってる。おっぱいウプもなしに姫語るとか100年早いわ。お前らの姫じゃないから。どんだけ囲いに貢がせた。たまにしかおごってもらってないよ。週1ぐらい？俺らの姫になる気がないならすれ立てるんじゃねえよ。吊るし上げて魔女裁判されたいの。こわ。姫たるもの欲しいものリストを晒しておごってもらったりしてるもんだと思ってたわ。まあサークルに居づらくなるやだし。ブサが勘違いしててキモ。ごめんね。バイトもオタっぽいとこの店員なんだけど前おじさんから取れたての野菜もらって笑った。なんか姫っぽい画像ウープして。姫っぽいってなんだ。身長は ?160。彼氏は高校時代にいたけど今はフリー。オタサーのオタかな。オタサーのオタではある。フリーって言い方はムカつくな。謙虚さがない。すみません。体重は ?48。俺が見たオタサーは姫同士が権力争いして水面下で工作し合ってた。権力争いに負けたオタサーの姫が落ち延びて新しいサークル作ったり、そのサークルに手ごま忍ばせて潰しにかかったり、対抗馬の姫グループのスキャンダル摘発するために工作したりもういろいろとすごかった。何それ怖い。別にオタサーに入ったのは趣味がオタクってだけだし。オタサーの姫がこんなに温厚なはずがない。姫にどんなイメージ持ってるんや。オタサーの姫ならこんなところで暇つぶしてるはずがない。デブスでも姫になれるんやな。ブスじゃないし、メイクも肌のケアもしてる。休みの日に予定が入らない姫。予定入ってるけど昼まで暇。オタサーってランプあるの？そんな陽気は入りません。好きな人いるの？同じゼミの人が気になってるくらい。他の奴らは楽しく遊んでるよ。ここで2本目のお話は終了です。3本目は2019年6月27日のスレです。元オタサーの姫&サークルクラッシャーだけど質問ある？スレ立て13年ぶりだから優しくしろ。何しろ。証拠は？何が証拠になるかわからん。思い出くらいしか語れん。おっさんしね。おばさんと言えよう。今も同じことやりたい？やれると思う？姫はやれない。けど、昔のオタサーの友達とは繋がってる。でもチヤホヤされたいとも今は思わないし、当たり前だけど周りもしてこない。初すれたて10歳だとしてもすでにババアなのだが、自分でクソガキと言ってるようなもんだな。今は37歳。主婦、オタサーは20歳から30歳の間に趣味に伴い何個か入ってた。旦那はオタサーのオタク？それともオタサーがい？最後に所属してたオタサーで知り合った。オタサーだけでも4人くらい付き合った。ぶっちゃけオタサーの姫ごときに質問なんてないんだよな。ブスって自覚あるのはどうかする。顔面偏差値40くらいだと自覚してる。学校や会社などでは告白されたことはないお察しのレベル。人生初めてのオフ会は2チャンネルだった。確か定期オフとか突発オフ。そこではオタサー的なのには所属してなかったけどカラオケオフとか飲みオフに出ていた記憶。男も女も自分含めて変な人が多かった。生椎茸もらったんだけど食い方がわからん。フライパンで焼いて醤油でもいけるかな？スライスしてバター醤油で炒めるもよし。なるほどありがとう。オタサーのやつと付き合うってマジか。プロメン童貞みたいなキモオタとセックスとか頭おかしいな。ブス男が好きなの？もっさい人は多かったけど。服装や髪型は付き合ってから自分好みにした。あと僕まで20人に1人とかガチオタの女慣れしてない本物のイケメンがいたりする。アンクルージュ派？アマベル派？アマベルはここ3年くらいで知った。昔からあるの？自分の時代はアクシーズファムやリズリサだった。一緒にリズリサ行こうぜ。最後にリズリサ買ったの8、9年前。それでも27、8歳の時だから今思うとミニスカフリフリリボン大好きブスでいたかったわ。俺なんて男だけどリズリサ買ってるぞ。安心して着ろ。もう持ってないよ。可愛い服は捨てちゃった。今はカジュアル服。20代の時は絶対に履かなかったジーパンと T シャツとスニーカー。簡単な流れ。思春期からオタクに目覚める。中学生、腐女子。高校生、男性向け色毛。大学時代、2チャンネルオフ、初オフ経験。社会人時代、ミクシーやツイッターなどで自分の好きなアニメやアニソンなどの歌オフ会でまくる。自分が好きになったアニメや声優さんが男性ファン多かったから、大体オフ会行くと女なら誰でもチヤホヤされた時代。ブスなんだろうな。鏡見ると今も昔もびっくりするくらい可愛くない。でもね、なぜかサークル内やオタオフではチヤホヤされて本当に姫扱いされてたからあんまり卑屈にはならなかったんだ。勘違いババアだけど居心地いいとこにずっといたからブスオタクだけどわりかし明るく過ごせたと思う。何大学？地方の二流私立文系卒。南山から参勤交流まででオッケー？自分の受験時の偏差値 57.5 とかだったから似てるね。でも地域限られすぎじゃないですか。日本全国にそれくらいの次第なんてたくさんあるやん。需要もなさそうだけど。旦那の帰宅も遅いので思い出でも語らせてくれ。オタサーの姫なんて言葉なんて当時はなくて、もちろん姫なんて呼び名はなかった。基本オタクオフ会で知り合った社会人がメインのオタサーにいた。何個もオタサーを掛け持ちし、しかもサークル内での男女比率が10対1くらいだから告白されるのはしょっちゅうだったけど、付き合ったのはごく一部。サークルクラッシャーって気まずくない？悪いことしてる感じがして。私は同サークル内で二股とかしてこなかったから気まずくはならなかった。よく聞くような、姫は拙者が守るでござる、みたいなオタク同士のバチバチしたバトルもなかった。
強いて言うなら仲良くなった男オタクが告白してきて振った後、その男オタク自体が居づらくなって消えたことはある。こっちは告白してきても何も気にしないから仲良くやりたいけど、気にする人もいるよね。サークルクラッシャーと書いたけど、同時進行で同サークル内で付き合ったりはしてこなかったからわりかし良好かもしれない。同じ時期に、オタサーを3つくらい掛け持ちしてたことはある。アニメは何が流行ってた頃だ。ハルヒとかマクロスとかは女オタクも多かったし、全国各地でそこら中でオフ会あったよね。自分はもうちょいマイナーなオフ会に出てた。いわゆる萌えアニメとか。今は何やってるの？こなしの主婦だよ。週4でパートしてる。私がいたサークルは平穏だったけど、旗から見てて、もっと男女混合してキャッキャしてたオタサークルは揉め事が多かった。男7対女3くらいで中途半端におしゃれやリア充風なオタクが多いとことか、悪口とか付き合ったりすぐ別れたり、既婚女オタクがサークル内の独身男と不倫とかはよく見た。どうでもいいけど、昔もビップにいたんだけど、ニーソニーハイハーマイオニーみたいなスレが好きだった。経験人数は？結婚するまでに7人、そのうち付き合ったオタク3人含む、結婚してからは夫のみ。そういえばサークルクラッシャーらしいことはしてこなかったな。もともと揉め事とか苦手で、自分の周りにもツイッターやミクシーでも似たような立ち位置の女の子は何人かいて知り合うんだけど、姫それぞれ自分の所属してるサークルみたいなのがあった。姫はサークル内に基本一人いればよくて、姫同士がお互いに鉢合わせないようにしてるというか、SNS 上ではフォロワーとかに300人いて他サークルの人ともコミュニケーション取るけど、普段カラオケや打ち上げ行くのはいつものサークルメンバーのみみたいな、こじんまり生きてた。自分語りが凄まじいな。質問ある？なんてすれ立てるのかまってちゃんに決まってるじゃん。でもこれでも2チャンネルですれ立てるの13年ぶりくらいだから許して。かなりストレス溜まってそうだな。旦那とはレスだろ？ストレス溜まってないよ。パート先も個人作業だから人間関係とかないし、昔よりレスなのはまああるけど仲いいよ。暇つぶしして欲しかっただけ。なるほどねー。自滅というか、そもそも長続きが目的ではないというか、なんだ、寂しい感じはするけど、気になるよね。うまくやれればいいのに。恋愛のごたごたさえ発生しなければオタサークルって熱く語ったりキモいことや痛いこと言っても仲間内では盛り上がれるし理解者ばっかだし、平和で楽しいサークルだと思う。もともとひも手のオタク人生だったけど、オタサーのおかげで楽しい20代を遅れて友達もできたし、結果的に結婚できたよかった。偏差値40のオタク女なんて、ネットなかったら卑屈に生きて出会いもなく引きこもってたかもしれん。メールで話そうよ。メール来たとしても私じゃないから釣られるなよ。OK。話したかったけど残念。私みたいな中身もない会話も上手くないようなオタクと話したいって思うなら、きっとオフ会や SNS 行けばもっといい友達できるよ。優しい。お前もな。コミュ力ありそうだからうまくいってるのは納得できる。大半はネットあってもうまくいかないパターンだからな。昔よりだいぶぬるオタになったとはいえ、お互い趣味が同じなのはいいよ。今でも夫とは一緒にアニメ見るし聖地巡礼もしたり声優ライブやアニソンライブに行くよ。昔は兄様とか一緒に行ってたよ。ライブかアクティブだな。オタでも興味なかったらきついなそれ。もともと私は一人でもライブのために遠征するオタクだったからアクティブなのかもしれない。今は節約のためにライブも年に数回。ミクシー全盛期のオタ系オフ会の姫で真っ当に結婚しているなら素晴らしいよ。同性との付き合いはどう？テキスト化されなかった？自分の知り合いの姫や女オタクだった子たちは5割は30歳までにオタク男と結婚した子が多い。あとは27歳くらいまでに脱オタしてパンピになった子も数人いる。その子たちはもうアニメとかアニソンは聞かないけど、年一で会うくらいの友達関係。中には30歳過ぎても自撮りフリフリ写メを SNS に上げ続けてる現役姫もいるよ。姫や女オタクに限っては、顔面偏差値40以上で相当難ありな性格じゃなきゃ彼氏や結婚はできると思う。可愛くてもメンヘラだったり地雷な子は数ヶ月で彼氏変わってくけど、今のビップって年齢層どれくらいなのだろう。そしてオタクは少なそうだ。一番多いのは初代ポケモン世代だろう。夕飯支度。夕飯後残ってたらまた誰か相手してくれ。これ落ちたらまた13年後に来るわ。おつ。ここで全てのお話は終了です。姫がいるオタサーのサークルがどんな雰囲気なのかちょっと気になりますね。モテない人にとって、モテモテな人生の人を見ると羨ましくなってしまうものです。今回はそんな羨ましいモテる人が立てたスレを3つ紹介します。顔がいいからガチでモテるけど質問ある？おかげで異性の友達にはほぼ告られる。幼馴染にすら告られる。何でもすぐ恋愛に従う異性に嫌気がさすわ。友達でいいやつだと思ってたのにこんなんばっか。ブサメンよりははるかに恵まれてるとは思うけど割と辛い。誰か一人譲って。譲りたいところだよ。顔抜きで見てくれよー、クソー。羨ましいと言いたいところですが、本人にしかわからない悩みもあるのでしょう。スペック。あらさ、身長体重伏せる。BMI は17。技術系会社員。ガリかな？ガリっす。太ろう。男女の友情なんてない。サラセア。交換ならいいよ。モテまくってるのにニチャンする暇はあるんだな。ニチャン普段はロム線なんだけどな。そしてインドアだから仕事以外引きこもってるよ。何歳？27。結婚したい。
BMI17 ってほうゴリゴリやん。病気の可能性が高い。ぶっちゃけ頭の病気も疑われる。そうでもないぞ。頭はマジで悪いぞ。アンガールズよりヤバいレベルじゃない？背筋ないから姿勢もすごく悪くない？健康診断受けてる？内臓の病気とか。マジで？そんなヤバいんか？細いとは言われるけどな。健康診断は毎年受けてるよ。体重以外パーフェクト健康体。ぶっちゃけかなりやべえよ。あと自分の気持ちを表現したり主張するのが苦手じゃない？そういうタイプは境界性人格障害ってタイプに狙われやすいから一見モテる。でも普通のモテる人との違いはかなり人格に問題のある異性にばかりモテるので異性が嫌いになる。一度でいいから顔だけでモテまくるぐらいのイケメン人生を送ってみたかったわ。でもそんなイケメンなら普通のリーマンじゃなくてなんか別のことすればいいのに。外見使う仕事なら何でもいけそう。夢もないし適当に人生送ってきた結果親のコネで大手に就職するクズだよ。顔じゃないんだよ人は。それは顔が恵まれて初めてわかることだよ。健康な人に体の不自由な苦しみが本当には理解できないのと同じ。このスレミンは人それぞれ悩みはあるということが言いたいのでしょうね。私は人を外見で見ないよ。だからデートしよう。クソガキ言うゼロ。スレ立てるなら多少隠しても証拠ないとな。女だってスレ立てるとき可愛いで立てるなら晒すやろ。見バレ怖いよ。好感なら晒すよ。今現在は職業的要素もあると思われ。いや手取り底辺だぞ。大手だけど発給で死にそう。ボーナス切り崩す毎日だよ。ずっと痩せてた自分から言わせてもらえば BMI17 とか何も問題がない。そうそう、昔からこうなんだよね。どんだけ食っても太らない。腹減った時とか米2合余裕。体が栄養素吸収せずに垂れ流してるんだろうね。ええー、どうやったら吸収できんだ。街歩いてて振り返られたり逆難も日常茶飯事なの。地域によるけどな。人多いとこなら絶対にナンパされる。なんで顔が好きってわかるの？そう言われるの？言われる。それに写真見てこの人紹介してとかしょっちゅうある。ワイも BMI17-18 やわ。よくベリピや。逆だわ。万年便秘。羨ましい。ブサメンはひしこいてるのにな。でも友達付き合いできないのも辛いんかな。勝手に裏切られた感あって辛いよ。好かれるのはいいことなはずなんだけど、なんか好意をマイナスに取っちゃうんだよな。発給なら若いうちに結婚相手探した方がいいよ。顔面でモテるのは若いうちだけ。年を重ねるごとに金欠がネックになってくる。今まで一番長く続いた彼女でどのくらいの期間なの？もう自虐自慢してる年ではなくなってきてると思うよ。結婚したいよマジで。今までで一番長いのは5年。今付き合ってる人は3年半。そんなこと言ってもな。鼻から性格がわかるわけないんだから最初は見た目だけで好かれるのは仕方ないだろ。ある程度仲良くなったら中身で好かれてるかもしれないのに、自分が顔だけしか見てもらえないって変に身構えちゃってるだけだろ。今ちょっと救いが見えた。ありがとう。友達でいたいんだけどな。結局告られるのがきつい。弱そうに見えるタイプは人格障害に狙われやすいから注意な。1は肉体面でも精神面でも弱そうだからその可能性高いわ。雑魚な自覚はあるわ。経験人数は50は超えてるかな。若い頃はモテるのが嬉しくて遊びまくってた。今は性欲ないわ。浮気しまくりか。浮気はできないんだよね。罪悪感で二人きりで会うとかもできない。付き合ってる人がいない時は無双してた。見た目いいとそれだけで中身もいいって思われるんじゃなかったっけ。心理学的にだから勝手にいい人って思われるんだけど、いいことじゃないかな。ブサメンのひがみを言ってみる。それはあるかも。勝手に幻滅されたりもするし、お前が寄ってきたんだろって感じだよ。こういったことが何度も続いて恋愛が億劫になってしまったようですね。初めて恋人できたの何歳？初めて付き合ったのは14だけど手繋いで終わった。俺が友達になってやんよ。結婚してから異性に対して何も感じなくなっちまった。お前最高かよ。人生楽しい。楽しい方だとは思う。でもネガティブだからダメなんだよな。10円ハゲできるし。趣味とかないんか？漫画とかアニメ鑑賞。おすすめ漫画マジで教えてください。筋トレ続かないよね。筋トレやると吸収される。しない。ジム行っても続かなかった。筋トレ何すればいいかもわからん。腕立て伏せ、腹筋、背筋、スクワット。最初はこれで十分。何回何セット？基本的に限界まで。でも62回で限界が来るように負荷を調節するとなおよし。最初は1セット。慣れてきたら3セットまで。ぐふう、頑張る。同性にもモテる？くっそモテる。でも心開けんのは5人しかいない。男でも女でも顔が整ってるの羨ましい。親のコネなくても大手いけたんじゃない？勉強嫌いでしたことなくてクッソ頭悪いから無理。美人な女ならエフランでも大手いけるらしいよ。マジかよ。女最強だな。大学出てないけどな。一番好きな国は？僕はイタリア。日本だろ。海外行ったことねえしわかんねえよ。羨ましいよな。俺なんかジェームスボンドの顔が俺だったら俺だくらいのスペックあるのにな。顔が悪いからその能力を見せつける機会すらない。何も始まらん。スペック羨ましいよ。やっぱないものねだりだよな。何の努力もしてこなかったから自業自得なんだけどな。頑張ろうな。自分をイケメンだと思い込んでる精神異常者。そして多分このレスに必死で変身してくる暇人。暇なんだよマジで。漫画教えろよ。どれぐらいイケメン？
自分じゃそんなわかんないな、難しい。モテるもいろいろあるわけで、気軽にナンパされるのは軽そうに見えるからよ。そんなん知ってるよ。ナンパだけでモテるとか思ってるわけないだろ。モテないよりはいいんでない？そして、そういう感じだとその年までに振る舞い方を身につけそうだが、寄ってこない距離の置き方というか、あしらい方というか。贅沢な悩みを抱えたスレ主でした。次に紹介するスレは2022年4月に建てられたこちらのスレです。モテるけど質問ある？割といろんなジャンルと付き合ってきたからいろいろ答えるよ。語りたいんだろ？語るのはめんどくさいから聞かれたことに答えていく形式がいい。ゴキブリ出たら退治できる？できない。基本的に親がいたら親に任せる。女の子いたら一緒に逃げながら戦う。しばらく毎日 LINE してた子がパタリと既読つかなくなったのは追加でコメントした方がいい？せめて既読がつくまではがっつかない方がいい？ちなみにすでに2週間以上経ってる。女の子って好きな男の前では暇になるっていう格言があって、LINE する時間もデートする時間も全部男の都合に合わせてくれるの。だから、LINE 来なくなったってことはお前より優先する男ができたってこと。本来だったら相手から連絡来なくなる前にお前が LINE 既読無視したりして緩急つけた方が良かった。2週間経ってるし諦めきれないなら、全然関係ないわ。第1回振って帰ってこなかったら次に行った方がいい。悲しいけど次に行こう。説得力のあるアドバイスですね。しかしなぜかスレミンに疑いの目を向けられてしまいます。なんでそんな嘘ついたの？本当のことなんだけど、モテるやつは休日にこんなところいないよ。モテるやつとビップする時間の関係性の研究でもあるのかな？天然くんキャラなんだけど責任感強めな女とセスまで行くにはどうすればよい？セスできるかどうかって第一印象と相手とどういう関係かで決まるから、お前が天然キャラかどうかってあんま関係ない。あと、責任感ってのが性格なのか、低層関連の捉え方なのかわからない。昼飯何食べよう？スーパーで買えるモテる飯教えて。おしゃれさで言ったらクラブハウスサンドとかサンドイッチ系。個人的には筋トレダイエット飯のサラダ、チキン、プロテインなど、お惣菜買うと見せかけて家で自炊。仕事でお互いの休み合わなくて会えないときどうするよ。その子を大切にしたいなら毎日決まった時間に仕事終わりとか寝る前とか通話するといいよ。相手も習慣になるから通話しないと不安になるし、共依存やメンヘラ作りたい時にも使える。相手のことどうでもいいとか、そろそろ別れたいとかなら、会えない間に出会い系とか浮気すると寂しくなくていいよ。なるほどな。不安になる前にだるいってなりそう。そしたら我慢するしかないね。年齢、経験人数、27歳。全然遊んでなかった時もあるけど10人以上行ったあたりから覚えてない。スペック、イケメン、高身長、陽キャ。友達とかにかっこいいねとか言われすぎてるし、言われても嬉しくない。飲み会とかふざけて俺イケメンだから自分で言うのが残念なんだよみたいなノリは好きでよくやる。イケメン、高身長、陽キャでももちゃん来るの結構意外だよね。俺たちとは対極なイメージあったから。どこでこういう院の文化に興味持ったり知ったりするの？高校生くらいの時に弟がやってて教えてもらって、それから習慣になった。最初はまとめだけ見てたけど、何年か前から書き込みもやり始めた。振られた経験は？結構振られてるよ。出会い系でデートして2回目の連絡ないとかもザラにある。彼女がブサイクなんだがどうすればいい？俺は面食いだから、なんでブスと付き合ってるのって思ってしまう。顔よりも性格が好きなんだみたいなのがあるなら勝手にしてくれって感じ。本命脈ありサイン教えて。さっきも言った通り、女は好きな男の前だと暇になるから、通話とかご飯誘って OK もらえたらどんどんハードル上げてくのがいい。通話しよう矢印、ご飯行こう矢印、手繋ごう矢印、ハグしよう矢印、キスしよう矢印、ホテル行こう、勘違いして初対面で全部すっ飛ばしてホテル行こうみたいなのは無理。あと、好きです付き合ってくださいみたいな告白しちゃうと、私はこの人を振ったってレッテルが貼られて次がなくなっちゃうから、そこはうやむやにしてご飯誘ったりデート誘うのがいい。振られたらおしまいだけど、ご飯断られても別な日に誘えばいいから。自分でモテてるって言えるやつってどんな感じなんだろう？同時に複数の女から求められたりすんの？一応10代からほぼ途切れず相手はいるけどモテてるなぁと思ったことないな。絶えず相手がいるならモテるって言っても良いと思うよ。ちゃんとアドバイスしてるし、見かけだけじゃなくて性格的にも好意を持たれるタイプなのは分かった。性格悪いかもしれないけど陽キャだからコミュ力は高いよ。言ってること全部めんどくさすぎて無理だわ。そりゃ恋愛するやつ減るわ。恋愛って相手を洗脳する能力だから簡単なわけないよ。俺も色ごと好きじゃなきゃやってない。でも好きだからやめられないし、色で失敗する。スレ主のアドバイスが参考になったという人もいたのではないでしょうか。さて、最後に紹介するスレは2020年10月に建てられたこちらのスレです。男子看護学生だけど質問ある？何でも答えちゃう。恋愛とかどうなの？普通に入学前は恋愛できないと思ってたけど、普通に付き合ったりできるよ。女の縁じゃんモテる？顔良かったらモテる。息はモテるの？年上にモテるねわら。実習とか辛いけど女の子と話すの好きなら看護おすすめする。乱交とかしてそう。一回仕掛けたことはある。同学年に男子何人？9人。男が看護目指すのってどんな理由が主なの？人助けっていう人は多いけど、実際俺みたいなアホでも免許取ったらそこそこの給料もらえるからじゃないかな。でもアホが免許取るのは大変なんでしょ？
大変だけど先生も男にはめちゃくちゃ甘いから大丈夫。それじゃあ二人一組になって交代で患者さんとかやってるの？普通に5人ぐらいのグループ作られてて、そこで患者役と看護師役に分かれて演習する。入学からどれくらい人数減った？15人くらいだね。正式実習女の子とはできません。年齢上限とかあるの？だいたい40が上限。学校によっても違うけど。じゃあおっさんとかもいたりするのか？30代は2人いるよ。かっこいい。ありがとう。お前ら教えたこととか、ここ勉強してこいって言ったことは、翌日までにちゃんと勉強してこいよな。そういうとこめっちゃ見られてんだからな。知ってます。体育とか英語とかもあるんですか？あと遠足、運動会、学園祭、修学旅行とかも。全部学校によるよ。俺のところは英語はあるよ。遠足とかそういうのはないかな。働く病院は決まってる？ここ行きたいなっていうのはあるね。合コンセッティングして、してあげたいけどみんな彼氏いるよ。わら、看護師だと何年働いたら奨学金免除みたいなシステムあるよな。あるね。指定の期間経つとみんな辞めていくんだってな。らしいね。今年臨床実習あったの？あったよ。コロナで実習期間短くなったけど。採血練習するの？怖くない？模型でやるから怖くない。友達同士で採血しないの？しないよ。親に看護目指すなら大学行けとか言われたけど、そんな違うの？今から行くなら絶対大学行っとけ。スケジュール余裕あるし、卒後の給料も進路も全然違うから。モテたかったりハーレム気分を味わいたいなら看護学校に行くのも一つの手かもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。